麦茶だけど、どうぞ。ありがとう、サンジョさん。いただくわ。お、気が利くじゃないか。それ飲んだら帰って。なんでだよ。冗談だよ、冗談。適当にゆっくりしてってね。サンジョのは時々冗談に聞こえないんだよな。多分冗談じゃないから。ミヤちゃん、わかってないんだね。そういえば、夏休みの予定って決まったか？あ、私のうち、那須高原行くの、2泊3日で。へえ、いいなぁ。うちは江ノ島、日帰りだけど。うちなんて、セブ島に7泊8日よ。立派な小麦色の肌になる予定。すごいね、スギちゃんち。サンジョ、セブ島ってどこだ？無視すんなよ。え？あ、ごめん。読書中だったから。私と本どっちが重要なんだよ。本だよ。おいおい、三女の冗談はきついな。絶対冗談じゃないと思う。ミヤちゃん、わかってない、わかってないよ。そういえば三女ん家はどっか行くのか？うちは私は恐山に0泊3日、立派な委託になる予定。誰呼んだの？何を呼んだの？霊？悪霊？それとも悪魔的な何か？ごめん、私。イタコってあれだろ？亡くなった人の魂を下ろして会話できるっていう。口寄せってやつ？そうなの。前から興味があって勉強してるんだ。他に勉強することがあるでしょうか？今はまだ未熟だけど、動物霊くらいは下ろせるようになったかも。あ、じゃあおばあちゃん家で飼ってて、一昨年亡くなったポチに会いたいな。ポチ？やってみる。はあ、かんたら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 。3回回って。ボールを取ってこーい。おー、よしよしよし。すごい。本当の犬みたい。嘘だろ。本当にポチの魂を。いろいろやってもらって悪いんだけど、ポチは猫なんだよね。鶏だったかな。もしかして楽しんでる？ウサギだったかも。苦しいぞ、松岡。嘘嘘、やっぱり猫だったよ。あれ？ちょっと待って。あ、私は何を。ごめん、ポチ本当は生きてるんだ。ひどいよ、サンジョ。生き量かもね。伝えたいことがあるのよ。ほんとごめん、ポチなんて猫存在しないんだ。こっちもなかなかくじけない。よかった、死んだ猫ちゃんなんて最初からいなかったんだ。いい話風にしてごまかすなよ。でも犬の鳴き真似そっくりだったね。意外な特技だな。真似じゃないもん。もう一回やってみてよ。わん、わん。さっきより全然いまいち。っていうかやる気ないの？恒例っていうシチュエーションでやらないとダメなんじゃ。思い込みの力ってやつか。そっか、これに出られると思ったんだけどな。子供モノマネ大会？優勝商品はテレビ？無駄に豪華。モノマネなんてできないよ。高齢賞みたいなものだよ。賞って私のは。動物連なんかはその辺をうようよ浮遊しているからね。さっきも知らない犬の霊が降りてきたんでしょ。そうだけど。松岡さんはイタコの素質あるよ。ほんと前から思ってたんだけどね。天才美少女霊媒師として言うけど、正直
優勝狙えるよ。やってみようかな。天才美少女霊媒師？誰が？ミヤちゃん、三女さんが。松岡の扱いに慣れてきたな。バッカね。狙うのは審査員特別賞の海の幸よ。みっちゃん、聞いてたの？ちょっと、商品は山分けよ。あんたはセレブ島だかヘイブン島だかで好きなだけ食べられるでしょうが。それはそうだけど。ただの犬のモノマネなんかじゃダメよ。審査員どもの印象に残るパフォーマンスをしなきゃ。具体的には？そんなのあんたが考えなさいよ。むか。はぁ、海の幸って何があるのかしらね。伊勢海老とか、アワビとか、あとは、フォアグラとか。早速間違ってるわよ。これがメス豚の丘？神戸のもん言うたら猫一匹通さんけ。踊れらよ、覚えとけや。ありがとうございました。いやー、可愛らしい小林明でしたね。さあ、続いての方どうぞ。皆さん拍手で迎えてあげてください。ちょっと、君たち、なんでそんなにゾロゾロ6人も？っていうか、その格好は何？巫女さん？巫女さんなの？し！あ、すいません。それじゃあみんな、準備はいい？うん。いいわよ。行くよ。ハンタラー、ハンタラー、ハンタラー、カンタラー。君たち、モノマネ大会なんだけど、一体何のモノマネを？聞いてる？ハンタラーカンタラーハンタラーカンタラー。なんでみんなでお経を唱えてんのよ。なあ、これってうちら必要か？本人をその気にさせないとね。それに審査員の印象に残るよ。あんまりいい印象じゃないような。私の海の幸がかかってるのよ。しっかりやりなさい。山分けだっつーの。君たちモノマネしないなら帰ってくれるかな？犬。あ、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 これはそっくり。目をつぶるとそこに犬がいるよ。猫。次々といろんな動物が出てくる。しかもどれも完成度が高いわ。まるでモノマネのデパートだ。審査員の印象もいいみたいね。これはいけるわよ。ニワトリ。ヤギ。ウサギ。じゃなかった、キリン。もう無理か。ヒトハ、私の海の幸のために頑張りなさいよ。ムカ。そうだ、メス豚。とっとと海の幸をよこしなさいよ、審査員ども。まったくちょろいもんよね。あんた童貞？童貞ちゃうわ。いや、これはモノマネで。違う、私はここに生きてるんだから。これは私じゃないからね。帰れ。ちょっと、私の特別賞は。帰れ。せめて参加賞も皿になって。とっとと帰れー。